さあ始まりました。では立ち上がり見てまいります。ここは戻します。外へ開きます。さあサイドから、まずは左サイドから行きましたがボールはつながっていきません。さあ固まっている。素晴らしいディフェンスだ。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。キャンサー、ここは及びませんでした。おっと、なんか誰もいませんよ。そして羽賀、ディフェンダーとしてプレーします。ボールは右サイドへ、前へ、ヤンヨンギ、スペースを狙う。細かいボールの奪い合い、後ろへ預けた。行くか、ボールの先に西野。どうする。ちょっとここで時間を止めました。さあこの位置でのフリーキック、ここは誰も走り込んでいません。左サイドへ、左サイドから、さあ一人で上がっていきます。おお、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。激しく奪い合います。森、前半の15分が過ぎました。読まれました。なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、ちょっと奪われがちですよね。チャンスになるか。フランサ、大事なところ、ダイレクトで出す。回して西野、後ろにはたいた。ここで奪われた。滑り込む、アジエル、ステップを細かく刻む。新行、激しいマークを見せます。バッとつながったか。あと1枚抜けばっていうところでしたかね。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。ここで奪い合う。ゴール前にいるのは石原、さらにこのクリアボールから石原、フランサ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一方及びません。取り返した、ホーリーホック、ここからの攻撃になります。カメラさん、ホーム側なんですけどもっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。そうですか、ありがとうございます。高萩、うまくコースを塞ぎます。パスをつないでいく。ここから上がっていく。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。スライディング、うまいですね。さあ来た。さあここまで上がってきました。トラップしたぞ。いい守りを見せました。これは長すぎました。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。ヘッドでつなぐ。さあ北澤さん、キャンサー、今のところ0対0、だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが、はい、よくパスコースを見切って動いた方がいいですよね。右サイド、一人で上がります。おお、フリーだ。右来ましたね。頭で押し返す。遠くから行った、入った、入った、ゴー。前半終了の直前、キャンサー、
先制しました。ゴールネット左隅にざっくり決まった。今シーズン初ゴール。応援に来ているサポーターも喜んでいます。いやー、北澤さん、結局完全フリーになってそこからシュートという形でしたが、今のような状況では守備側も対応が難しいですね。そうですね、まあいいポジションにね、こうしっかりから隠れながら最初キャンサー、まずは1点先行しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心すぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。前ゆっくり送ろうという場面です。ホーリーホック、ボールキープしています。右サイドから細かいボールの奪い合い、ワントラップした。守りが固い。キャンサーとしてはこれでいいと思いますよ。カウンターで来る。ここで笛です。直接フリーキックになります。絶好の場面に見えましたが、ここは合いませんでした。チャンスでしたよね。もったいない感じですね。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。今後半が始まりました。エンドが変わって右にキャンサー、左にホーリーホック。競り合った。ヤンヨンギ軽く出して、ここから太田ドリブルで上がっていく。今いける。滑り込む。さあ通ったぞ。ここはヘッドでクリア。またチャンスとなる。強い。左方向へのクロスだったんですが、ここでは合わせられません。頭で渡す。高橋、一瞬遅れましたね。おお。さあ固まっている。ここスペース見つけたいですね。高橋、激しいマークを見せます。高橋、さあ右から上がっていきます。ここは一人で上がっていきます。チャンスになる。ヘッドで戻す。再びチャンスになった。危なかったですね。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。時計は後半の15分を過ぎました。上げてきた。あっと、キャンサーとしてはまあああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。アジエル、ここでリターン。いいワンタッチだ。左から行きます。さて前へ抜けようというところ、右に送ります。キャンサー、まだ攻めが続きます。中を見た。大和田、ペッドでクリアした。繋いでアンデルソン、ホーリーホック。さあここまで押し上げてきました。チェックが効いていました。これはファールを取られました。この位置から蹴るのは高萩。キャンサー、攻撃の場面が多くなっています。カット、アンデルソン。ここに西野、まだシュートは打っていません。ここで選手交代でしょうか。そうですね、変わりますね。カメラさん、アウェイ側なんですけど、選手変わりそうな感じですね。何かこう指示されてましたよ。なるほど、交代があるようです。激しいチェックに行きます。右へ出した。
ヤンヨンに詰め寄られました。うん、ボールの先にフランサ、いいタイミングでしたがね。あとはフィニッシュのとこだけですよね。ここはキーパーがうまく止めます。高橋、これは通りませんでした。新業、あっと後ろから足がかかったか、イエローが出ます。後ろから行ってますからね。そうですね。おっと、さあ競っていく、大きく横へ運んでいきます。大事なところ。カメラさん、アウェイベンチが慌ただしくなってきてますね。最後のカード切ってきそうです。19番の選手に変えて、おそらく3、ここで選手の交代が告げられます。やっぱりリードしていることもあってね、逃げ切ろうということなんでしょうね。なるほど。岡本、前に送る、あー、いいボールですよ。もう一度なら左へ、思い切って打ってきましたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。おっと、空中での競り合い、いいプレッシャーだ。ホーリーホックビハインドという状況ですが、いい戦いぶりではありませんか。悪くはないんですけどね、決定的なところがね、なかなか作れてないですよね。おっと、ここでイエローカードが出ます。完全に抜かれそうでしたからね。チームにとっては止めて正解だったのかもしれませんよ。もう一度、今のエリアです。危険なプレーでしたね。あと一歩回り込んでほしかったです。そうですね。高橋倒されています。力みすぎたんでしょうか。岡山、坪内、前に出した。石原、一気に来た。北澤さん、ホーリーホック、はい、先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。はい、3-4-3になってますね。しかし変えてからは結構いい感じに流れてるように見えますよ。シュートも結構打ててますからね。確かにそうですね。おお、うわ、このスルーパスはオフサイド。これはギリギリのプレーでしたね。左へ出す。そして今笛が鳴りました。試合終了。キャンサー、1点差で勝利、逃げ切りました。